スイススーパーリーグ第17節のセルベ対ローザンヌスポルト戦が現地時間1月31日行われ、1-1のドローに終わった。ローザンヌの MF、キフユ1は70分からの交代で出場している。今し、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、湘南ベルマーから冬の移籍市場で、ローザンヌに加入した木は、欧州デビューから2試合目。1週間前に行わ、対FC シオン戦に交代出場でデビューした後、ドウィークに予定された、ヤングボーイ、戦は、新型コロナウイルスの影響で延期となっていた。デビュー戦に続いて、ベンチスタートなった鈴木は、前半に先制したチームが1点をとした状況で70分に投入。だが、その5分後には、ルベットが、同点ゴールを決めて1-1とした。半アディショナルタイムに入った94分、左サイからのパスを受けて、エリア左に侵入した鈴が、ゴールライン付近で、相手 DF に倒されて、PK を得、劇的決勝ゴールの絶好機となったが、MF シュテ・エパン・ククルゾビッチによるシュートは、TGK の攻守に阻まれてしまい、試合はドローに終わった。勝ち点3の獲得には繋がらなかったが、木は、出場2試合目で、存在感を示した形とな、次節は5日に、強豪バーゼルをホームに迎える。